レイモラン王国とサル、サルか。はい、おはようございます、ボツヌコです。そのまま行こうかなと思います。もう何よこの吹雪。一人そやろ。ダッシュもできるのかな。お付き合いかなって。よっ。ムホホー！ムホホの手先め。お前は悪魔の子。まないとんか。俺としたことが。随分あれやな。せい！むほむほ！あくどな、すぐやばいな。むほ！早くできんのか。むほむほむほほ！やばいな。あ、倒した。やったぜ。ボスを倒すと。ずいぶん手こずらせてくれたな、魔女の手先め。無法だけ止まった。ムンババっていう名前があった。次は貴様だ、悪魔の子よ。今度こそ逃がさん。なんだこれは。捕まえたわ、英雄グレイグ。氷の魔女、この氷は貴様が。このままお前を氷漬けにすれば
私を解放してくれたあのお方との約束を果たせる。こうやな、やっぱ。あの方と同じペンダント、これで私たちお揃いだわ。なんだと。はあ、英雄と呼ばれた男も開けないものね。二人仲良く永遠に凍るがいい。グレイグ、救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。やっぱりそうか。どうしたグレイグ、わしらを捕まえるのではないのか。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた、それだけだ。魔女にやられたようね。体が冷え切っているわ。あ、そういえばここに来る途中で小屋を見かけたわ。そこで休ませましょう。あったけ。いやいや、あ、これもしかしてあの途中のあれか、大物だな。おお、お目覚めかな。どうだ、体はもう大丈夫かね。それはよかった、仲間の看病のおかげじゃな。あれほど心配してくれる友はなかなか見つからん。大切にせねばならんぞ。そうやな。そうか、自己紹介がまだだったな。私は魔法学者エッキハルト、クレイモランに住んでいたのだが、今はここで町を氷漬けにした魔女について研究しておる。実は魔女が現れた時、私はたまたま国を離れておってな、幸運にも氷漬けを免れたのだ。君たちがシャール様から魔女退治を引き受けていることは仲間の者から聞いた。私も魔女について知っていることを話そう。君を襲った氷の魔女リーズレットは、古の時代、高名な魔法使いによってある禁書に封印された魔女なのだ。神話の時代に作られ膨大な古文書が眠るという古代図書館、古の魔法使いはそこに魔女を封じた禁書を収めたという。そこで私は魔女を封印する手がかりを求め、古代図書館に足を運んでみたのだが、中はすっかり魔物の巣になっていてな。古代図書館。よかった、目が覚めたのね。なんかあの、女学院の人間がやってきた感じがする。うん、もう心配はなさそうじゃ。君もベロニカさんに感謝せねばならんぞ。はい。彼女は特に熱心に看病しておったからな。ありがとうございます。あ、もう、エキハルトさん、余計なこと言わないでよ。そう照れるでない。まあそれはいいとして、先ほど魔女に関する話は伝えておいた。そう、じゃあ話は早いわね。エッケハルトさんと古代図書館に行って一緒に魔女を倒す手がかりを探しましょう。古代図書館は東の方角にあるが、
南の道から遠回りしないといけないから注意するがいい。では向かおうとするか。サクッと進めてはいるか。うん、ああなるほどな。どうした？こいつは？ってないか。せや！はっつっ！行くわよでかい、なんかこいつ。よし！はあ！はっ！覚悟はいい？トロード。ダギマン。変わってないの？で。せや！行くわよ！これない。マドロスキャン。マジカルハット。はあ！さすがですわ。弱い。はっつい！でもないか。普通か。
取ってくるな。せや。はっつい。はっ。風のさなきよ。これ何？偉いやつ。守る大地の祭壇ダーマチンネン、ダーマチンネン行ってみるか。じゃせや、弱いな、なんでや。使えないということは、うん、関係ないか。先のやつはガラクタか。お前誰やねん。マシンが弱い。おけがはありませんか。ステージの灰、え、なんやステージした、え、ステージの灰ってなんや。わからんな、謎の物体が。
わかへんぞ。上からか。すげえ。もういけるやん。ナイスナイス。何これ、あ、なんちゃうお前。気になるな。龍博士、これも初。弱いぞ。よくわからない。ほんまわからん。結構ザコがいいような気がする。ちょっと上に上がろう。真ん中やな。下に行けんねん。これ触るやんけ。一階にあるどこに繋がったのか分からへん。触れへん。参りましょう。一気に行くぞ。やるじゃねえか。
あれか。まだこいつ。さっきた。おお、これじゃ。これ。この本を読めば魔女を封印した時のことがわかるはずじゃ。では読むぞ。魔女の魔力はあまりに強大だった。私の力をもってしても倒すことはおろか封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取る聖獣を操り、魔女リーズレットの魔力を吸い取ってから魔導書の中に封印することにした。この計画は成功し、魔女を封印した金書を古代図書館に収めた後、私はミルレアンの森でその聖獣と余生を過ごすことにした。なるほど、魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。ミルレアンの森に聖獣なんていた？魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、あんたが討伐したわよね。なんじゃと？その魔獣とはどんな姿をしていたのかね。ふんふん、純白のまん丸い体に金色のたてがみ、大きなお口でムホムホ言っておったじゃと。ってバッカモン、お前さんが倒したのはここに書かれてある聖獣じゃ。でも女王様がそう言ったのよ。ミルレアンの森にいる獣は魔女の手先だって。何、シャール様がそう言ったのか。なぜそんなことを。あら、ねえ、これ女王様が持っていた本の表紙の紋章と一緒じゃない？すごいな、よくそんなこと見たな。どうやらこれは金書に刻まれている紋章のようじゃな。待って、つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された金書だったってことね。ということは、まさか。ここで考えてても仕方ないわ。とりあえずクレイモランに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう。やるな、一瞬で伝わったんだ。早い。ルーを使うか。ちょっと待って、ルーレなんかもうやめるか。どうすか。じゃあこの辺で終わりにしようと思います。明日に回したいと思います。それでは。